ファーガスガスグリーンスミスは、イギリスマンチェスター出身のラリードライバー。少年時代はサッカーに堪能で、マンチェスターシティ FC のユースでゴールキーパーを務めたことがあった。2012年からレース活動に転向し、レーシングカートで U-18 世界選手権に出場した。やがてラリー活動にも馴染むようになり、 2014年にはイギリスジュニアラリー選手権でチャンピオンに輝いた。同年の最終戦ラリーギガバイトで WRC デビュー。2015年からフォードフィエスタの R2 車両で行われるワンメイクシリーズドライブドマックカップに参戦し、初年度はランキング6位、翌年は最終戦スペインで2位表彰台を獲得し、ランキング4位となった。 2017年は、M スポーツから WRC2 へ、フォードフィエスタで参戦し、初年度は、ランキング11位、翌年は7戦のうち3度表彰台に立ち、シュコダの3人に、次ぐランキング4位と好成績を残した。一方メキシコでは、トップ10圏内に入り初のドライバーズポイントを獲得した。2019年は、WRC2 内の新たなクラス WRC2、 プロに M スポーツフォードからワークス参戦。開幕戦モンテカルロではライバル大差をつけ優勝し、総合でも自己最高の7位につけた。第11戦トルコでは優勝確実と思われた最終 SS 前の SS15 でコースオフした際に点灯するが、マシンへのダメージは少なく2位に大差をつけていたこともあり無事最終 SS も走りきりに勝面を獲得した。 しかしライバルであるシュコダノカンレロバンペラの圧倒的な速さにはかなわずランキング3位で終えた。WRC ニプロと並行して第7戦ポルトガルに M スポーツフォードから3代目のフォードフィエスタ WRC で出場した。固定ナンバーは44を選択した。初日7位につけトラブルで交代するまではチームメイトのエルフィン・エヴァンス。 テームス2年らと遜色ないスピードを発揮した。しかし最終パワーステージのフィニッシュ手前のジャンプの着地直後にクラッシュを喫してしまい、ステージが一時中断になる事態になった。WR カー参戦は、このポルトガルだけの予定だったが、チームのエースであるエヴァンスが、背中の負傷で直前になりフィンランド欠場を余儀なくされたことで、急遽、グリーンスミスが代役で出場することとなった。 ちなみにフィンランドは急遽ということもありエヴァンスの固定ナンバー33のままでラリーに出場した。終盤チームメイトに次ぐ9位につけていたが SS21 でまたしてもクラッシュを起死してリタイアとなる。続くドイツにも出場しトラブルはあったものの無事に走り切り総合9位に入った。2020年はテームス2年。 シトロエンから移籍したエサペカラッピのチームメイトとして急戦に参戦することが決定した。第3戦メキシコでは6位につけていたが、SS14 でマシントラブルによって10分ロスし9位に終わる。その後、新型コロナウイルス感染症の影響によるシーズン中断、再編により彼の参戦、イベント数も減ることとなった。再開後の第4戦エストニアは8位だったが、 続くトルコでは最終日上位勢にパンクやトラブルが相次いだチューグリーンスミスはノートラブルで走り切り SS9 では3番手タイムをマークする活躍を見せ荒れたサバイバルラリーでチームメイトのラッピを上回る自己最高となる5位を獲得した翌戦のサルディニアはオルタネーターのトラブルで25位最終戦初開催のモンツァでは SS10 のクラッシュで リタイアに終わりポイント獲得はならなかったが、本格参戦初年度ながら、ドライバーズランキング11位と検討した。2021年は、次年が、スポット参戦となることに伴い事実上、エースドライバーとして、同チームから初のフル参戦を果たす。同年代参戦より、子ドライバーをエディオット・エドモンドソンからかつて、ペターソルベルグとコンビを組んでいたクリス・パターソンへと変更。 第6戦サファリでは最終日にチームメイトのアドリアン・フルモーと4位争いを繰り広げ5位でフィニッシュしたがフルモーが SS14 でショートカットをしすぎたため10秒ペナルティが加算されたことによりグリーンスミスが0.1秒差で自己最高の4位を獲得した。シーズン進行中ありがとうございます。